みなさん、こんにちは。ロシアの味、カテリナです。今日はミルクカラメルのワッフルを作りたいと思います。子供の頃大好きです。みなさん、ぜひ作ってみてください。まず、卵1個、バニラエッセンス小さじ3分の1、塩少し、砂糖 50g、全部合わせてよく混ぜてください。5分ぐらい。それでは牛乳 35ml とバター、温かいバター 30g、 全部合わせてよく混ぜてください。薄力粉 70g も入れてよく全部混ぜて生地を作ります。このような生地ができました。フライパン温めて生地大さじ2ぐらい入れて、薄いワッフルを作ってください。熱いうちにロールにしてください。それではミルクカラメル、私はこのような使います。カルディとかアマゾンで売ってます。ワッフルの中にミルクカラメルを入れてください。好きな量。皆さん、今日はミルクカラメルのワッフルを作りました。最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ私のチャンネルを登録お願いいたします。パカパカ。